さあ、ちょっと光が強いんかこれ。うん。このね、カメラが、カメラが計、何台俺自分で回しとんや。1、2、あ、3台か。4台か、手持ちでな。こんな数も、おいこれ、電源消えとるやないかい。ちょっと髪型チェックもしたりして、よし、さあ、こう向き直してね。ちょっと待って、撮れてるよね。もう一回。 OKOKOK、 メインカメラ、おー、撮れてる撮れてる。 OKOK、 ずっと一人で喋らなきゃ。これでわしも映っとんかな、この GoPro で。自前の GoPro ですから。もういけるいける。よし。へえ、始まりました。ディスパッチャーズ。ディスパッチャーズ。ハロー YouTube じゃいけんな。なんか決めないけんなよな。ディスパッチャーズ。こう行こう。まあ今日は僕のプライベートスタジオからお届けしたいと思います。別にスタジオ名なんていうのは別にございません。大してございません。プライベートスタジオ。なんか、振動とかはアトリエとか言うよね。で、なんね、昔ね、初めて本格的に自分のところにこう、プライベートスタジオを作った時に、なんか本間さんに、人なんか、スタジオの名前つけちゃえよって言われたんだけど、なかなかこう思いつかなかったよね。なんか別にいいのないなみたいな。なんかの時に本間さんにこうちらりとこうなんかこうスタジオ作ったんですけど、こう機材がこうパッと気がついたら、機材とこういう外側のケースみたいなのばこう見ると白と黒ばっかりだから、白と黒ばっかりなんですよ。なんかちょっとそっけないなと思ってとかって言ったら、本間さんが、あ、スタジオの名前パンダちゃんスタジオにすればって言われて、そこのスタジオは5年ぐらいパンダちゃんスタジオと呼ばれていましたけども、どうでもええんじゃん、そんなことは。はい、今日は何するんかちょっとよくわからんで、ほんまにね、企画がこうちょっとやっぱりこのコロナのね、こう影響でやっぱりこう外にもロケには出れんし、何でしょうか、ソーシャルディスタンスというかね、それを考えると、まあこのスタジオにわっとこうスタッフの方がこう来るのもちょっとまあ無理だろうということで、本当にお手製でやっておりまして、ほいでよ、何よりこう大変だったのがこのカメラのセッティングと照明のセッティング。これちょっと まともにこのカメラを当ててしまうと大変じゃっけあれだけど、このね、照明の感じとかは、もう知らんからどうしたらいいんか。ほいでカメラの角度とかどう置くかとかが、全然わからんから。そんなん必死でさ、僕、一人で。いや、これね、こういう一つの、まあ、こういうトーク撮る、歌を撮るだとか、っていうことに関しても、いつもはね、パッとこうやって歌ってください、喋ってくださいってこう、ね、やってるけども、ここに対するこの、なんていうかな、皆さんのスタッフの苦労みたいなことは、苦労とか工夫みたいなことをすごく感じた。まあ、プロの技というかな。なんかそれをね、こう、まざまざと、こういう時じゃないとこう感じれなかったから、ほんとね、感謝しないといかんですよ。与えられてるな、こう恵まれてるなということに、まあこういう大変な事態ですけども、そういうことにも気がつけたし、まあネガティブなことばっかりじゃないなと、こういうなんかね、感謝みたいなことも思いつつ、抱きつつ、これから進めたらいいなと思いますしね。まあこの今の世の中大変ですけどもね、本当にいろんなことが方が頑張ってくれてますよ、本当に。まあ医療、関係の方々ね、本当に感謝しないといけないし、そういう感謝を持ってね、こう進んでいきたいなと、大変ですが思いますよ。さあ、何やるんじゃろうか。
おお、なんかギターの話でもしようか、ちょっとね。どこまで使われるか知らんけどね、こうギター。まあ、今日ちょっとこの後歌おうと思うんだけど、今日このギターでいきたいですよ。ねえ、これ。僕最近まあライブでも、東京ドームとかでも使ってた、これ2年、3年ぐらい前に手に入れたギターなんですけども、手に入れたって言っても、これ作っていただいたギター。ベフニックギターです。うん。もう最高なんです。サポートミュージシャンの宗本浩平くんが、あいつさんなんかアコギ興味ないっすかみたいな。おお、あるある、ギタリストの石成さんがすごくいいギターがあるから、もしよかったら作っていただけるかもしれませんよみたいな。全然もうその時正直僕も存じ上げてなくてね、このベフニックを。いろいろ調べたら菅さんも使ってるとか、隙間の大橋くんが使ってるとか、斉藤和義さんが使ってるとか、ね、石成さんも使ってる。あ、そうなんだ、じゃあ作ってくださいみたいな感じでやり取りをして、なんかのツアーの時に届いて、ほんで手にした瞬間、あれめっちゃいいんじゃない。今まで一応こうちょっと古いヴィンテージアコギみたいなのをずっと弾いてたから、なんかこう新しく、新品のギターに対して、こうなかなか手になじまないみたいな、あんまり自分にも技術がないから、なんかこう一からこうギターを育てるみたいなことがあんまり自分にはできないんじゃないかと思ってたから、ちょっと苦手だったの、新品の、できたばっかりのギターみたいなの。でもこの触った瞬間、あれこれもうパッと手に馴染むみたいなね。んでまだこのエレアコなんで、エレアコというかピックアップついてるんで、リハーサルのそのホールでこう自分のシステムにつないでね、やってる時に、おめっちゃめちゃいい音、その時から弾き語り始めたんかね、めっちゃいい音じゃんみたいなと思ってたらね、春一さんもなんかこう珍しくホールにいたんだけど、めっちゃええ音よ、めちゃめちゃええよってそんなことを言ってきまして、おお、そうかそうかみたいなね。本当にこう一言に言って、一言で言ってすごくバランスがいい、ギターです。いいギターです、うん、珍しく機材紹介なんかしましたけど、ベフニックありがとう。そんな感じで喋ったので曲に行きたいと思います。まず歌う曲、今日歌う曲は、リサさんのグレンゲを歌いたいと思います。非常にこうこの世の中に突き刺さった曲なんじゃないかなと思うんですけどもね、去年紅白もね、リサさん出られて、M ステと菅さんのライブでお会いしたかな。まあ、こんな僕なんでそんな大して会話はしてませんけど、江口亮くんが、アレンジャープロデューサーのね、江口亮くんが、僕らもねたくさん曲やってもらってますね。ザ・デイもそうですし、真っ白な、範囲になってもそうだし、いろんな曲やってくれてます。江口くんがこのグレンゲもアレンジしてるとね。彼のアレンジっていうのはね、天才的と言いますか、あんまり褒めたらあれか、江口くんも、でもほんまに素晴らしいと思うんですよ。すごくこうストレートなに出来上がった曲でも、結構な角度を変えたアレンジをしてくれるというか、彼はいろんなことができる。スタンダードなこともできるし、例えばアニメのタイアップな、アニメのタイプにバチッと合うような非常にこうスリリングだというか、そのスピード感のある曲もね、アレンジをね施してくれるみたいなことがすごく上手だし、本当にいろんなことができます。江口カラーっていうのが非常にある、男だと思うんですけども、やっぱりこのグレンゲにもそれが施されとってね。でもこの鬼滅の刃という、鬼滅の刃ハマりましたよ。わしも。そりゃ。ねえ。富岡さんって言いたいもん。うん。鬼滅の刃ハマりました。もちろん、曲、詩。この世界観も、バッチリこの鬼滅の刃の
世界観にも合ってるし、まあ俺がこんな偉そうになんか寸評するのもあれですけど、そこにやっぱリサさんのボーカルが乗っかってくる、あの危機迫るスリリングな、アレンジ曲、そして歌、それを歌い上げてるリサさんすげえなと思いましたね。これやっぱ僕もこの後歌うんですけど、やっぱこれ練習してでもなかなかこの曲の難易度が高すぎて、あの非常に苦労したっていう、でもこうやりがいのある曲でした、この後聴いてもらいます。強くなれる理由を知った僕を連れて進め、ドロンだらけの走馬灯によるこばわる心震える手は掴みたいものがある、それだけさ。夜の匂いに空に何でも変わっていけるのは自分自身だけ、それだけさ。強くなれる理由を知った僕を連れてどうしたって消せない夢も止まれない今も、誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。世界に打ちのめされて負ける意味を知った、グレウの花よ咲き誇れ運命を照らして。光の雑音が耳を刺す、戸惑う心優しいだけじゃ守れないものがある、わかってるけど、水面から絡まる善悪透けて見える偽善に天罰。 I don't need you 一切の花より挑み続け最大一輪が美しい。乱暴に敷き詰められた棘だらけの道も本気の僕だけに現れるから、乗り越えてみせるよ。簡単に片付けられた守れなかった夢もグレウのシフトに根を生やし、この地に宿って、人知れず儚い散りゆく結末、無情報に破れた悲鳴の風吹く、誰かの笑う影、誰かの泣き声、誰もが幸せを願ってる。どうしたって消せない夢も止まれない今も、誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。世界に打ちのめされて負ける意味を知った、グレウの花よ咲き誇れ運命を照らして。盛り上がってしもうた。
グレンゲ歌いました。いや、ディスパッチャーズのね、あのせっかくツイッターがあるから、ハッシュタグディスパッチャーズみたいを見たら皆さんから感想も聞けるし、こんなことしてほしいみたいなことね。例えば弾き語りをね、何やってほしいかみたいな。まあ、自分でまあ向かい合わせって言ったから向かい合わせやってほしいみたいなのがねあるんです。すぐに行けるかどうか、なんせライブでもやったことないし、今まで手をつけたことがないので、バンドでもやったことがないから、レコーディング以来ちゃんとやってないみたいな。ちょっとおさらいしてディスパッチャーズでお届けできるかな。頑張ってやろうと思います。はぁ、あ、面白すぎる井口さん。いいけど、ディスパッチャーズ俺の番組だけどね。ほんと秋津さんとナイスコンビだよ。あー、そこで来たんだね。歌終わりに抱き合うのたまらん。秋津さんが笑ってるだけで世界が平和になるわ。なるほど。あー、ゾンビやったのね。ゾンビやったらよかったと。まあ弾き語りでやるって結構まあね、意外なんかなあれはね。ハモリ素敵みたいなのがあるね。何？井口くんとのこの変調するとこでのこのハモリの入れ替わりみたいな、ハモリと主戦の入れ替わりみたいなとこねえ、見たでしょ、あのプロの技ねえ。あれね、ちょっと思いついたんですよ、あの歌ってながら、歌いながら、これちょっと入れ替えようかなみたいな。でパッと多分あの井口くんはもう余裕でねできると思うし、まあ俺もいけますせみたいな、そういうプロの技。まあ自分の曲だけまあハモれて当然か。プロの技を見せようと思ってやりました。はい。まあ話ついでにね、これいいなと思ったんですよ。これなんかこの塞ぎがちになる今のこのご時世にね、この前うちの地元の友達とビデオ電話っていうか、まあ、ズームみたいなのね、今すごくあるんです。あれつないで喋ったんですよ、3人で、まあ、ヒロ君と太さんとね喋ったんだけど、それ地元のもうたわいもない話じゃねえ、1時間ぐらい喋るってだろうか、そんな話、あの時こうやったなみたいな、あの時アホちゃったなみたいな、でもお前これからお前こうせないけんでみたいな、そういうたわいもない話をずっとしょったんやけど、そういうのがねすごくこうまた僕のこの心のこう癒しというか、パッと気持ちが切り替わってね、まあ、皆さんもよかったら地元の友達と、そういう今はねなかなか会って話すができんけさ、そういうズームとかつないでやってみるのもいいんじゃないかと思うんです。いいですね、こうね、ズーム飲み会みたいな今あるから、この番組でもこれやればいいんですよ。この配信でもね、YouTube でもそういうの やりますわ。ああ、誰かと考えよう。たわいもない話ついでにね、まあもうすごくプライベートで、本当にまあ講師ともですね、本当にお世話になってる菅さん、まあ、菅さんの話もすごくさせてもらってるんですけど、本当僕感謝してるんですけども、まあ、菅さん本当によくしてもらってる。菅さんがいつか、なんか1ヶ月かぐらい前に、1ヶ月か2ヶ月ぐらいかな、分からんけど、上げたツイッターに、畜生、岡野くんの海鮮丼の方がうまそうだったぜ、みたいなことをつぶやいてたの。要は菅さんとはランチデートをするから、行ったんです。ほんで行って、で、確かに僕は海鮮丼を頼んだ。で、菅さんは、なんかこう、美味しい松阪牛のなんかこう、ひつまぶしみたいなのがある。結構こう、いいやつを頼んだんですよ。で、僕のがこう、先に来たんや。ね。で、まあ、菅さんが、もう、まあ、一応こう、後輩だから、ちょっと、待ってたら、
そこさん、うん、食べないよ食べないよ、こう言ってくれて、でこうもう箸をつけて少しこう食べ始める。じゃあもうそうこうしたらすぐ菅さんのそのね、あの松坂牛のなんとか御膳みたいなのが来たんです。じゃあ菅さんが優しいからお椀にね、そのちょっと松坂牛とご飯をこうまぶして、こうこれあのちょっとその一部を僕にはちょっと食べなよってくれたんですよ。うわ優しい、気ぃ利くわっつって、それに引き換え僕はもうパッと見たら結構食べてしまってるのよ。でぐちゃっとしてで、やっぱりあもらったからには菅さん、あのちょっと僕のもこっちでも食べますかって言いたかったの。あんまりのそのもう海鮮丼の惨状に、まだそれはもう9割は残っとるけど、そのもう食べかけてるからぐちゃっとしてて、あのもうはいって渡せなかったの。その時は俺その場でそれは感じたの。あこれ菅さんすいません、これもう僕食べちゃったわって言えばよかったんだけど、感じたからそれも言えず、菅さんにいただいたちょっと松坂牛だけはこう食べるみたいな。なんかあの時菅さん、こいつ空気読めねえやつだなって思ったかな。まだ聞き出せてないの、それを。なんかずっと気になってたけど、なんかタイミングなくて。なんて思ってるだろうね、菅さんね。こいつ空気読めんなと思っとるかな。やべえな。空気読めないのはいっぱいあるのよ。菅さんとね、飲みに行っても、本当に、こう、空いたグラスにこうワインを注いでくれるのは、いつも菅さんみたいなね。本当そういうとこダメなんです。僕、末っ子で育ってるから。うん。まあ。そんなへこむような話もしゃあないから、頑張ってこのディスパッチャーズスタッフともども、シャープ 6に向けて頑張ろうと思います。皆さんも元気でねいてほしいと思います。いろいろ大変な世の中ですけども、なるべくこうなんか自分の気が晴れるようなことを探しつつ、これからも過ごしてほしいなと思います。今日は私岡野明人が一人でディスパッチャーズをお送りしました。これ言わないで。チャンネル登録よろしくお願いします。もっともっと行きたいで。ねえ、チャンネル登録よろしく。いいんじゃろうかこれだね。ちゃんと撮れたかな。回っとんかな。OK。ありがとうございました。